えっと、今日はですね、えー、これちょっと難しいので、小さいお子さん、高校生かな高校生以下の方は、えー、今日は飛ばして構いません。<laughs> 今日なしです、これはで。他のやつやってください。あの、ちょっとね、えー、っと、高校生以上、もしくは大人の方、あるいはビジネスをやりたい方、向けなので、えー、っと、私、えー と絵を描くんですけれども、それをあの AI に描いてもらってで、その AI に描いてもらった絵をあの、例えば T シャツなんかにプリントして売ったりできるんですよ。で、そういうことをやってもいいかどうかっていうのを調べたいと思ったんですけれども、さすがに私もですね、えーっと、これだけあるんですよ。このくらいあるんですよ、読む内容が。 でこれはあの大したことないので、まあ、毎日このくらいはえっと音読を私するんですけれども、えっと、実際これあの、えー、非常にあの難しいというかあの複雑に書いてあるんですね。あのなんかそういうあれで契約書みたいなのってそうでしょうで。それで間違っちゃうといけないんで AI に聞こうかと思いましてで、そのやり方をちょっと今からやりますね。それを音読にして勉強しちゃいましょう。じゃあ、ここから読んでいきます。一緒に行きますね。Would do s e h e m というに、一緒にね。これ、Wood oo 7っての、あの、本当の名前じゃないので <laughs>、えっと、私が作った適当な名前なので、実際にこれありません。でも、実際のものは、私使っている AI があるんですけど、えー、それ使っちゃうっていうと、いろいろ、あの、使ってはいけないって言われるかもしれないんで、まあ、これ、名前変えました。じゃあ、いきますね。一緒に読みます。Wood oo 7でいきましょう。ワン、ツー。Wood oo 7という、えー、画像生成 AI の無料版を使った、 えー、使って作った画像を商用利用してもいいか調べたいと思います。えー、利用規約は英語で Terms of Service と言います。これが w d l e s の Terms of Service です。これね、さっき見たいなこれね、ダーってありますね、ダーってあります、はい。難しい単語もありますけど、えっとまあ、大体大学卒業するからだと大体の単語がわかります。 でも本当に内容を理解したかどうか、それから非常に微妙なことを繰り返し繰り返し言ってるので、なんだかわかんなくなっちゃったりするんですよね。それで、全部読んで、正の、全部読んで精査するの、うん、する時間がないので、別の AI に次のように頼みました。まあ、この、えっと、画像生成 AI じゃない AI なんですけど、にちょっと頼んでみました。こういうふうにね。 このページを読んで Wood7 で作成したえ画像を商用利用してもよいか教えてください。私は無料の Wood7 アカウントを持っています。有料にすれば多分,多分使ってもいいって言われるかもしれないんですけどね。で、その、えっと、今のこの、さっきのこの、ここのページのこれが URL ですね。これを貼り付けるんです。そうするとね、 えっとあまあ、今のやつをね英語でちょっと言ってみましょう。Please read this からね。じゃあ、せーの。Please read this page and tell me if I can use the images created by w o d u 7 for commercial use.I have a free w o d u 7 account. で、ここに貼り付けたのはこ,これですね。これ実際にいけることを見てみましょうね。どうなんでしょうあ。やっぱりいけないですね。ダメですね。これね。 あこれ、444,this page could not be found って書いてありますね。<laughs> これないんです、こんなページは。私適当に作りましたんで。そして AI の回答これから行くんですけれども、ちょっと長くなっちゃうので、今日ここまでにしましょう。そしてこれ他の、えー、次の動画にまた撮りますからね。